態で一気に取って追いついたところで第5ゲームに勝負っていうようなところまで考えているかもしれませんね。効果的だった技術を後の展開を考えて取っていくというそういう戦術戦略もあります。第4ゲームです。曽根のサービス、フォア前へ、まだフォアとフォアミドルのところ、何か渡辺さん修正ポイントはありますか？いやもう相手のもうちょっと曽根のボール威力ありますから少し利用するようなインパクトの仕方をした方がいいんですよ、はい、逆にバックはかなりロングサーブとかで追い詰められたケースでもぐっとかけ返す力がこうあって効果的じゃないですか。そうですね、はい、だからそこら辺のやっぱり修正っていうのが一つ鍵になると思いますね、はい、吉村もロングサービスを使ってきます。このバックハンドに関してはバック面に関しては本当に安定してますよね。そうですね、今日試合前の練習でも昨日の及川戦の話を少し吉村と話したんですけど、いやバック調子いいですとか言ってましたから、はい、ミドルを攻める曽根、ミドル、はい、吉村のラケットが空を切りました。体勢も崩しました。これがそのまま点数につながっているとそれとしてはね非常に少し気持ち的にも楽に進めれますよねゲームを。レッドです。曽根のチキータ、吉村のバックハンド、曽根のポイントです。回転量の多いドライブでした。5-3 です。このボールはそれが逆に安定してますよね。はい、ちょっと吉村まだ対応しきれてない。対照的です。バックストレート3点差とします。ここでタイムアウトです。琉球はスティーダー、各マッチお互いに1回ずつタイムアウトの権利があります。時間は1分間です。琉球サイドとしてはちょっと思わぬ形で苦しいタイムアウトを取らざるを得なくなってしまったという感じですよね。意外だったのはもう吉村その先ほど第3ゲーム終わった後お話した通り YG で点数取ったところをちょっとこう忘れてるのかなと思わせるような感じですね、はい、もうこの中盤ぐらいまで来てしまいましたから、ロングサーブは効果的に使ってサービスエースも取ってるんですけどどうしても曽根に先手取られたらそのまま点数になってしまってるってちょっとラリーのしつこさがちょっと今日は見えないのでバックハンド非常にいいですからね。ここでやっぱりバック系のラリーでこうガラッと展開を変えれるようにするといいと思うんですけどね。タイムアウトが明けました。曽根のサービスです。レッドです。渡辺さん今ナックル出してチャンスボール作って大丈夫ドライブですか？そうですね、もう完全にフォア前出したということでこれはもうストップレシーブを狙ってましたよね。はい、それがナックルだったのでちょっと浮いた
浮いたらもう台上ドライブでいくと。フォアが火吹いてますね。そうですね、今日も快速ブルドーザー、スピードとパワーを兼ね備えた。それに対してクラブの公式のキャッチフレーズ、キャッチコピー、巻き込みサービスです。オーエイトです。ひときわ手拍子が大きくなってきました。 TT 埼玉対琉球アスティーダ、第4マッチです。ロングサービス、バックハンドはオーバーです。吉村としては2点差にして自分のサービスにつなげたいところです。ロングサービスを使う、それのこのロングサービスは今日も非常に効果があります。9-5 5-9で吉村のサービス、巻き込みサービス、フォア前、フリックはネットイン、 6-9 です。もう一度巻き込み、渡辺さんがさっきおっしゃいました、まさに火を吹いているというようなこのフォアハンドでした。そうですね、吉村のミドルに突き刺さりました。バックハンドの得意な曽根がですね、しっかり 動いていくっていうのはやっぱ調子がいいんじゃないでしょうかね、はい、今決めに行きましたがこれはミスになりました。 10-7 マッチポイントは変わりません。曽根今シーズン2勝目まであと1ポイントです。昨シーズン後期の MVP です。昨シーズン11勝を挙げている曽根、しっかりと攻めていきます。流れるような切り替えでした。8-10です。タオルを使います。淡々とプレーしながら追いついてきました吉村和弘。ここで TT 埼玉タイムアウトです。曽根としては勝ち急がないことが大事になりそうですね。そうですね、はい、やっぱり昨日のゲームの中でも岸川監督からすると 10-5 での1本こうちょっと雑なチキータがあったとか、はい、まあすごい出来でしたけれども、はい、2ゲーム目やっぱり 10-9 まで森園にこうじわじわっと来た時のやっぱミスの仕方とか、やっぱりまだまだこうコーチ陣からコーチから見るとですね、課題というのはあると。で先ほどもちょっと回り込みちょっと雑だなとちょっと思えるようなのもあったじゃないですか、はい、でここでやっぱりこうタイマーを取って気を引き締めて行かせると、この辺もやっぱりうまくコントロールが大事なんだと思いますね。さらなる高みを目指します曽根かけるです。吉村のサービス、お前へチキータでいく、カウンターです。1点差、このビッグプレーにも淡々としています吉村和弘。これぞ利用したわけですよね、はい、うまく対応して、はい、逆をつくサービスエースです。追いつきました、点オールです。曽根マッチポイント、吉村ゲームポイントです。追いつきましたね。いや、淡々と言って、なんとなくね、これ心理戦だったような気がしませんか、このそれはやっぱりきっちり自分らしいプレーをやろうとしたらそこの逆へサービスが来る。曽根のサービス、ミドル前チキータ、わー最後は曽根のバックハンド、11点、安堵の表情を浮かべます。第4ゲーム
11点で曽根が取りました。ゲームカウント3対1、 TT 埼玉、曽根翔が琉球アスティーダ吉村和弘に勝利です。琉球アスティーダ勝ち点4はなりませんでした。曽根が一矢報いました。最後のプレーいかがでした？そうですね、よくあの吉村の非常に回転の強いチキータをですね